青森県六ヶ所村の再処理施設の完成がさらに遅れる見込みです。日本原燃は原子力規制委員会に対して六ヶ所村の使用済み核燃料の再処理施設などについて審査を中断するよう申し入れ了承されました。原燃をめぐっては六ヶ所村の別の施設の排気ダクトが25年間一度も検査されず腐食しているのが見つかるなど保安規定違反が相次いでいました。原燃は期限を決めず総点検するとしています。再処理施設などの審査は終盤を迎えていましたが中断を受け来年9月までの予定だった再処理施設の完成が極めて厳しくなりました。